創業145年、香川県橋本種苗園の美食家まいです。1、2月といえば園芸がちょっとオフシーズンになりますので、うちのお庭も2、3年何にも変化なくこの状態でいたベンチあたりをちょっと華やかにお手入れしていきたいと思います。植物の紹介とともに鉢、雑貨類を紹介できたらと思います。それでは早速やっていきましょう。まずこのグレビレアヒューミニスっていうこちらの植物もなんと2、3年植え替えもせずこの状態でおりましたので、こんな感じで葉っぱが少なくなってきて、お花も本当は白くて可愛い小さいお花がつくんですけど、数年見ていない状態になります。なぜかというとこれは根詰まりを起こしてますので、こちらも3年ぶりぐらいに植え替えをしてあげたいと思います。鉢もこんな感じのカップの鉢にまた植え替えたいんですけど、ちょっとまだ決まってないので今回はプラ鉢に移していきます。本当は植え替えは春の方がおすすめなんですけど、春は繁忙期に入りましてなかなか植え替えができないので、私は結構冬場にやってしまうことが多いんですけど、皆さんはぜひ植え替えの適期を調べて植え替え適期に行ってあげてください。こんな感じで根がパンパンになってます。この状態だとお花をつける力ももちろんないと思います。今回まだ鉢が決まってないのでプラ鉢に後で植え替えたいと思います。じゃん、春のお花ですね。ウィンティ、桜草のライムグリーンを植えたいと思います。このライムグリーンのお花がすごくおしゃれな桜草です。ちょっと珍しい品種だと思います。先日ご紹介したバスケットには白いチューリップの球根を植えてます。こちらも球根植物を植えてます。上に苔を引くだけですごいおしゃれに見えます。ちょっと華やかにしたいのでたくさん植物を置きたいと思います。鉢はこの軽量のプラスチック鉢、ボルドーグレーの40センチ、このぐらい大きい鉢を置くことで見栄えが出るので大きいプランターを置くのも私のおすすめです。そして定番のじゃん、ウエスタリンギアです。植えるのは最後に植えたいと思います。この手前にはこのブラックのボール状の鉢を置いて、じゃん、ヘデラの翼です。ヘデラはたくさん種類があって、斑入りのものとか変わった形のヘデラもたくさん出回ってるんですけど、こういう深いグリーンのシンプルなこの翼も私のお気に入りで、ちょっとモダンな印象にしたい時や寄せ植えもシックな寄せ植えにはすごく合うのでおすすめのヘデラです。何度もご紹介してますが、鉢は濃いグレーと薄めのベージュで合わせてますので、今回もグレー系とベージュ系だけで飾っていきたいと思います。これはファイバー素材で軽くて割れにくい鉢なんですけど、フォレストのスクエアポットです。この同じようなデザインで真っ黒のジェントルポットもすごくおしゃれで使いやすいので、置き場所によって色を選んでいただくと良いかと思います。ここだけ黒にしてあげても綺麗かなと思います。こちらの先日ご紹介した大人気のスキミアです。これを華やかになりました。そして小さい方には去年初めて見つけて仕入れたんですけど、植えたいなと思っとったら全部売れちゃって完売してしまったので、今年は自分用にたくさん仕入れました。名前がエスペレティアベルベットスノーです。真っ白のふわふわの葉っぱがすごいおしゃれで、珍しい花がつくみたいなんですけど、 Google 検索してみてください。派手な花じゃなくってひっそりとちょっと変わり者みたいな感じで、すごい魅力的なお花でした。続いて後ろにこのぐらいボリュームのある鉢だと
かなりインパクトも出ていいかなと思います。カップ型の大きな鉢です。こちらはウボラ女子なのでちょっと手入れの簡単なツゲの仲間だったと思うんですけど、こんな感じでいこうかなと思ったり、今の季節のとても可愛いお花クリスマスローズもちょっとシックなピンク色とコンクリート調の鉢とかすごく相性が良さそうなので、お庭自体はホワイトガーデンということで白グリーン以外はあんまり入れないようにしてるんですけど、今回だけちょっと合わせてみたいと思ってます。クリスマスローズも時間をかけて株を大きくするんであれば1株とか2株ぐらいでも十分いいかと思うんですけど、今日はちょっと3株入れてみたいと思います。わかります？このなんというかシックなピンクとこのコンクリートの色がとっても相性がいいと思います。こちらも植え替えてないムスカリなんですけど、こちらはすごく万能で 2,3 年植え替えてないんですけど、去年もたくさん花をつけてくれました。今年はどうでしょうか。こちらを育てていきたいと思います。この椅子のところもモスポットに最近お気に入りのエリカセシリフローラです。これ常緑低木で一年中グリーンがこんな感じであります。これなんかトゲトゲしたシャープな感じが最近すごいお気に入りで、あとはこのかっこいいコロキアワイヤースターですね。黒い葉っぱと黒い茎、夏はもうちょっと葉っぱがグリーン色になります。これはちょっと今飾るだけになりますが、この辺にこと2023年のベンチはこんな感じで決まりました。ちょっと大人っぽくシャープでモダンな印象にしてみました。いかがでしょうか。このクリスマスローズがどっかに入れたかったけどちょっと決まらんかったんで、これ最近のお気に入りクリスマスローズフェチダスはおそらくこの辺に地植えにする予定にしてます。こんな感じで、シャープでモダンなベンチに座って今年2023年も素敵なお庭を眺めてほっと一息つきたいと思います。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。